つもあそこで踊ってんの？うん、超かっこいいよ。でも結構年上っぽいじゃん。そこがいいんだよ、バカ。恥ずかしいな。でもさ、でもさ、話しかけたりした？しないよ。なんで？だってさ、恥ずかしいじゃん。恥ずかしい？笑うな。ちょっと貸してみ。ちょっと気づかれたらどうすんのよ。いや、頑張ってるね。青春だね。何よ、言い方にトゲがある。舐めてんじゃん。どこが？いや、美しいね、青春は。褒めてない、全然。だってリカ言ってたじゃん、ああいうの大嫌いだって。人前で平気でゲイしたりするやつらの無神経さ信じらんないって。ゲイじゃなくて練習だもん、彼のは。練習？こんな目立つとこで。部屋とかじゃさ、狭くてできないから仕方なくやってんだよ、きっと。へえ。最初見た時はダサって思ったんだけど、何回か見てるうちにだんだん。なんで何回も見るわけ？偶然だよ、塾の帰りに。なんでだろう、やっぱ愛かな。違うね、絶対。じゃあ何？顔。リカこそ外見重視じゃん。私はいつも中身でさ。話したこともないのに。いいの、どうせ彼女いるみたいだし。ほら、あの右端の子。あれか。こないださ、手つないで帰ってるとこ見ちゃったんだ。手ぐらいさ、友達同士でもつなぐじゃん。つながないよ。つなぐよ。瞳？やだ、待ってよ。瞳！ちょっと。リカこそ外見重視じゃん。私はいつも中身でさ。話したこともないのに。ついてったらこの辺ナンバーとかめちゃめちゃ多いから危ないで。何してんの、待ち合わせがさ。いや、だからそれでも。っていうかおかしい、危ないって。ナンバじゃないこれ。え、ちょっと何してんじゃん。取れよ。だってあんたよ。でもいい人そうだったんだよ、すっごい。顔もまあかっこよ。ってだからこんな綺麗さってわかんないんですよね。だから泣くんだけど。でも自然ですよ、自然。じゃあ私何したけど泣くってんだろ。でもそんな奪っちゃったらいいの。無理ですよ、私なんて怖いじゃないし。そうかな、俺はめっちゃ可愛いと思うけどな。